このスローペース、見たことないようなスローペースで今ピットアウト。そうですね、まあ、ちょっとまあ感覚上げたいんでしょうけど、それでも結構待ちましたね。待ちますね。で、ユニアムたちもはっきり言ってピットでももう1分以上待ってたので、そうですね、タイヤの多分、そのブランケット外して、そうなんですよ、裸のまま待ってたの時間が結構長かったですからね。はい、だから多分、そうですね、その後半のスローペースを日差しがこう今遮られている時間帯にちょっと下がってきていると思いますけど、そういうところもちょっと難しそうですね。さあ、フェラーリまず一発どこまでタイムを出してくるか、ちょっとフェラーリを脅かしてくれるようなタイムを出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 してくれるようなタイムルクレールがちょっと嘘っていう感じにならないように盛り上がってくださいよ。ルクレールにパワーを送ってください。今スプーンカーブのあたりを通過しています。さあ今ですね、カーナンバー16、24、77が、記録されたということで、何を記録されたかというと、あれめちゃくちゃ遅く走ったらダメよっていうこのルールのちょっと引っかかってきたんですね。1遅れぐらいでセクター1終わっています。これやっぱり1回走ってきて今のコンディションに合わせ込んでるってことだと思うんですけどね。今スプーンカーブでもあんまり通らないぐらいちょっとアンダー出ましたね。2つ目、さあちょっと風向きにしろ強さにしろロールにしろ少しうまく合わせ込めていないかフェラーリ。いいタイムですね。リアムローソンは2アタック目ですね、これね、はい、2アタック目で今ローソンが31秒を切って30秒の972、角田はこのタイムがまずは今度ライバルになります。さあメルセデス動きますよ。ラッセルが今出る、カーナンバー63、そしてハミルトンも出る。今手を出されていますが間もなく、さあそして11番のペレスが出た。11番のペレス出ます。さあそして角田も出ます。角田が出る。かなり前はいますね。出口ではまたスロー走行をしながら間隔を広げにかかる各ドライバー、渋滞が
ピットロードで渋滞です。これまたアウトラックの、ね、感覚を上げながら、ね、はい、もう一回行くというか、動くときは、まあ、最後の方向で、もう一回行く。